どうも、田畑ブラザーズです。兄の石です。本日はですね、大阪桐蔭裏話やっていきます。久しぶりやな、この言い方というか。大阪桐蔭に触れた動画というのは、まあ、ちょっと僕からしても衝撃ニュースだったんですけど、大阪桐蔭の新チーム事情どうでしょう。皆さん、大阪桐蔭今年の新チーム、まずはピッチャー2人残ります。中野投手、森投手、両方150キロぐらい投げます。キャッチャーレギュラーの増田選手が残ります。バッテリーが残ってるんです。で、ショートで一桁背番号をついてた宮本選手も残ってます。僕は結構ね、これ期待できるというか、まあ春の選抜優勝ぐらいは余裕で狙えるようなチームになるとは思うんですけど、まあ重要なのはですね、キャプテン誰がすんねんっていう話なんですけども、僕の中に入ってきている情報ではピッチャーの中野投手がキャプテン、背番号が10番、ほんで、森投手がエースナンバーをつけてます。ほう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 、なかなかね、面白いですよねっていう情報が入ってきたので、それについてやっぱ動画を撮影したいなと思いました。まあ大阪桐蔭ということもありますし、またしても投手がキャプテン、はい、皆さん投手キャプテン、なんていうかな、思い浮かぶ投手キャプテンいますか？まあ、僕はありますよ。やっぱ直近で言うと前田投手が、エースでキャプテンっていう重圧を背負い、重圧過ぎたので最終的に大阪大会決勝戦履正社に完封負けしたんやったかなっていうのもあります。そういう例もありますし、僕たちのというか、僕が1年生の時の3年生の代のキャプテンがエースでキャプテン、福本選手っていう素晴らしい選手やったんですけど、その方もピッチャーでキャプテンでした。中野投手、またしてもかなりの重圧を背負います。これについて、まあだから今日はね、話していきたいんですけども、まずはまあキャプテンの大阪桐蔭の決め方ということで紹介したいんですけど、他の動画でも一応やってるんですけども、まあおさらいということでやらせていただきます。監督が決めるわけではないんですよね、実は。まあ今は知らないんですけど、約10年前のキャプテンの決め方っていうのは選手間の投票で決まります。なので、選手一人一人がキャプテン副キャプテンを指名で書いていくんですよね。ドラフトみたいな感じで書いて、キャプテン田畑選手で、副キャプテン藤波選手みたいな感じで書いた紙を監督に提出するんですよ。キャプテンの名前が多かったもの、得票、投票数にこう何名かこう入ってたものが続々と呼ばれていくという感じだから、そこに名前が載っていない選手というのはもう全く触れずに、もうノータッチです。監督室に呼ばれもしない。そういうのが新チーム始まった初日に練習をしながら行われます。練習前やったから行われるんですよ。なので今回の中野投手がキャプテンっていうのは、多分決まって決まってたことではないかなと。決まってたというか、もう選手の総意がそうなってるということなので、まあ、僕が見ててもなんかこう人間的に素晴らしそうな選手やなっていう、笑顔を絶やさない選手ですし、うん、この夏の大会とかもね、すごかったんですよね、うん、だから実力問題なし、あとは人間力もまあだからあるからこうキャプテンに選ばれたみたいな感じなんですけど、否定的な意見としたらちょっとピッチャーキャプテンっていうところだけ嫌かな。なんか僕らの時っていうのはね、そのまあもちろん藤浪も実力あって人間力もあったし、もう一人プロに行った澤田投手っていうのも実力もあったし人間力もあったんですけど、キャプテンにしようかみたいな流れにはもう一切ならんかったよな。キャプテンは野手でしょみたいな、なんかそういう時代の風潮というか、まずはやっぱピッチャーの負担ででかすぎるよねっていうのも選手自体は分かってるはずなので、それを差し置いてでも中野投手がすごいこうキャプテン能力を発揮してたんじゃないかなって俺は予想してるんですけど、みんな分かってるはずやね。キャプテンはしんどい一夜ですし、災害や火災からあなたを守る消防設備、私たちにお任せください。日々の点検は安全への第一歩、防災通信工業です。それかまあ中野投手がキャプテンになるんやったら、副キャプテンが例えば4人5人とか
めっちゃ多くいてて、まあ、基本的にはもう副キャプテンが全てのね怒られ役じゃないんですけど指示を出したりだとかそういうのをやってたらいいんだけど、僕らの時っていうのはキャプテンが水本選手、副キャプテンが白水選手で、これ2人だけやったんですよね。2人で怒られる時も監督に怒られる時も2人が怒られてるっていう感じで、まあほんまにこの2人で1つみたいな感じだったんやけど、ピッチャーキャプテンにすんのやったらやっぱその副キャプテンが複数いないと僕はしんどいんじゃないかなって思います。中野投手のもう実力から紹介すると、昨夏っていう今年の夏っていう言い方が正しいか、負けてしまった3年生の夏に下級生として登板していました。実質ね、大阪大会から僕見てる僕からすると実質エースですね。中野投手がエースの活躍をしていた。もちろんその今エースナンバーつけてる森投手も大阪大会決勝戦完封するっていうバケモンぶりを見せてくれてるんですけど、僕はエースの活躍ぶりは中野投手だと思ってます。全ての任される試合、重要な試合は中野投手が先発していましたから、監督の信頼度もやっぱり高いんかなって思います。まあでも今回のキャプテンは先ほども言ったけど監督の介入っていうのはほとんどないと思います。よっぽどじゃない限りは、選手が決めてるはずなので、というわけで、まあ中野投手ね頑張ってほしいですけど、この負担がどうなるかですよね。まあだからほんまに、例を挙げるとしたら昨年の報徳学園のような、牧投手、今朝丸投手っていうすごいピッチャーが2人いてて、牧投手が2桁背番号でキャプテンで、今朝丸投手がエースナンバーでみたいな、なんかそういうちょっとモデル報徳っぽくなってきてますよね多分ね、いやまあそこを目指してるとは言わないですけど、まあでもそれでもね、やっぱ春の選抜は勝てたけど夏難しかったというところで、やっぱり大阪桐蔭っていうのは基本的にはやっぱ春夏連覇を目指してる、甲子園で勝つこと、日本一であることを目指して野球してると思うから、そういう面に関してピッチャーキャプテンっていうのは今まで多分ピッチャーキャプテンで甲子園優勝っていうのは多分ないんですよね。だから、中野投手はそういうジンクスを打ち破ってほしいなって思います。難しいと思いますけど、結構大阪桐蔭ってキャプテンっていうのは重要な役割になってしまっているんですけどね。僕はでもやっぱそのプレー見てる限りはすごい中野選手というのは好きな選手で、3年生に混ざってても3年生より気合い入ってたというか、なんか俺は好きやけどな、大阪出身なんかな、なんかそういう大阪出身のいいところが出てるというか、自分たちの代の時のような選手というか、なんかこう熱い気持ち持った選手なんだなっていうのを簡単にこう引き下がらないというかね。ただそこが一人で抱え込みすぎると爆発しそうな感じはするので、周りの協力が必要不可欠かなと思いながら僕は見てます。はい、まあ、まずはこの秋の大会ということで甲子園に出場してね、まあベスト8、ベスト16で敗退かな、満足してないと思います。だって甲子園優勝を目指して日頃から練習しているのでかなり悔しかったと思いますし、その試合に先発してたのは森投手やったっけね、確かそうやったと思うんですけど、下級生がねこう悔しい思いを経験できてる、昨年のチームでは勝てないっていう、昨年の方が多分やばいんよ。だって外野手ほぼジャパンメンバー選ばれてもおかしくないようなメンバー揃ってたから、それで勝てないっていうことをね、皆さんみんなっていうかこの下級生理解して、この新チーム大阪はとりあえず圧倒的な力で優勝できるような戦い方をしてほしいなと思ってます。ピッチャーキャプテンっていうのが大阪桐蔭には珍しいので、皆さんもね野球好きのファンの方たちは大丈夫かっていう声もあると思うんですけど、俺はなんかこうだなんかまああんまり引き合いだし悪いんですけど、前田投手の時よりなんか中野投手の方がやってくれそうというか大丈夫そう、安心感はあります。はい、それはやっぱプレーを見てての安心感であって、なんかこう前田投手ってこうずっとさ勝ち続けてきたやん。あんまりこうまああの下級生の時負けは経験してるけども、なんか言うてもさなんか勝ち続けてきたんですけど、中野投手って結構そのなんかもうそういう感じではないので、なんかこうねその辺のメンタルの強さというか、なんか少々のことじゃブレないよみたいなところは僕はプレーを見てて感じるので、
僕は反対派ですけどね、ピッチャーキャプテン。やっぱしんどいですよ。ピッチャーはピッチャーだけで、なんかこう、僕らピッチャーはピッチャーで、キャプテンが誰々とかあったんで、野手と分かれてたから、だからちゃんとしっかり、中野投手も毎試合先発するわけじゃないから、そのゲームキャプテンっていうのも多分、この後決まってくると思うんですけど、多分おそらく、キャッチャーの効果、ショートの宮本選手がどっちかやと思うんやけど、そういうのもあるし、まあこの今年ね、バッテリーが昨年から残ってるっていう強みを生かして、秋の大会勝ち進んでいってほしいなと思います。それがもう今最大の大阪桐蔭の武器やと思うんで、今後の試合期待しております。まあキャプテン中野選手というところもさらに注目して大阪桐蔭を応援していきましょう。それでは皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。